はい、今日はユーメリア湘南さんにいます。見てください、この在庫量。先日あの2019年の競輪の販売台数のランキングが二輪車新聞で発表されたので、実際にその車両を見ながらですね、ユーメリア湘南さんの野本さんにちょっとお話を伺えたらなと思います。野本さんです。こんにちは。すいません、野本さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。野本さん、ランキング知らないですよね。知らないですね。知らないですよね。忍者250です。サーキットを走っていただいたりとか、ちょっと少し速さを求める方が全体的に多いかなという印象はやっぱり少し感じましたね。これが第10位らしいです。第10位は結構上位にいるかなと思います。、はい、で続いてですね、9位です。9位は、まあ、このエリアに来てるんでもうちょっと話しちゃったんですけど、ホルツァ。ホルツァでした。はい、こちらは全体的にちょっと若い方ってよりかは中年層から上の方、まあ、ちょっとバイクをだいぶ乗ってきて少し、まあ、ギア車に飽きてしまった方だったりとか、ツーリングを行くのにやっぱオートマがいいなっていう方の方が、まあ、これ選ばれるのは多いですね。はい、これが9位らしいです。これが9位ですね。続いて、第8位はですね、はい、セロー。セローですね。はい、はい、まあ、セローに関しては今一旦最終型にはなるんですけれども、これからまたファイナルが出てくるモデルになるので、まあこれからまだまだ人気は続くかなというところは感じますね。実際160センチの方でも足がしっかり両足ついたりですとか、まあそれでいてオフロードの走行性もすごく高いので、まあ、かなり人気なモデルですね。第7位ですが、はい、7位はマジェスティ S でした。はい、こちらに今新車がございますね。全体的にすごくスポーティーなモデルですね。前後が一応ディスクブレーキになってて制動力がすごく高いので、実際早くスクーターで走りたいっていう方は、まあ、マジェスティ S の方が多いかなっていう感じがしますね。はい、続いて第6位ですが、はい、何だと思いますか。セローが8位にいたので、どちらかといえばベルシスだったりとか。第6位は、はい、V ストロームだったみたいです。V ストロームなんですね。意外と良かったです、ね、意外と良かった。どのような方なのか、はやっぱり若い方はそんなに乗らないですね。どちらかといえば30代の方だったりとか、完全にツーリングのライダーの方が多いですね。はい、じゃあ続いて5位はですね、はい、CB250R CB250R ですね。はい、続いてここの隣になるんですけど、でこちらが原価になりますね。あの250の中でもすごく軽いっていうのと、まあ、実際ストリートファイター系の見た目になるので、まあ、若い方にすごくこれは人気でしたね。かっこいいですね、こう見ると。そうですね、結構かっこいいですね。はい、4位は 250WR でした。若い方も、ね、そうですね、若い方もあるんですか。どちらかといえば若い方の方が多いですね。やっぱりまあ見た目がすごくスタイリッシュでかっこよかったりですとか、まあ、あのモードに切り替えができたりするので、まあ、実際ツーリングにも使えますし、サーキットにも持っていける、まあ、本当にオールラウンダーな感じですごく乗りやすいバイクですね。続いて第3位がですね、はい、YZF の R25 ですね。はいはい、まあ、やっぱりそうですよね。結構動きましたか。結構動きましたね。なるほど。前ものモデルから人気がすごい高かったので、はい、実際前のモデル僕も一回乗らせてもらったんですけど、すごく乗りやすくて、やっぱ初心者の方にすごく向いてるなっていうのは実際僕も思いましたね。続いてですね、はい、2位は PCX の150だったみたいです。やっぱりそうですか。やっぱりですか。、はい、僕たちの中でもすごく売れてるバイクなんで。あ、今日現車こちらになるんですけれども、150がまたこのクラスが売れるんですね。売れますね。やっぱりどうしても高速に乗りたいという方が多いので、そこでは、まあ、150の方がやっぱりすごく利便性が高いので、やっぱ売れますね。これはもう納得のってことですか。これは納得ですね。納得なんですね。燃費もすごくいいですし、走行性能もすごくいいので、実際にユーメリア湘南でもすごく売れますね。もう本当に T-Shirts に関しては若い方から高年配の方まで幅広く、もう万人受けっていう感じですね。なるほど。はい、最後1位はやっぱりあれですかね。わかりますか。はい、わかります。レブルですよ。あー、レブルですか。はい、レブルが1位でした。私のお店でもこれは本当に完売するぐらいいっぱい売らせてもらってたので、多分そうかなって思ってたんですけど。なるほど。はい、なんかぶっちぎりで1位ですね。ぶっちぎりで1位ですね、これは。はい、やっぱりドラッグスターが終わってしまってから、こういう足つき性がすごくいいバイクがやっぱり減ってしまったので、はいはい、女性のライダーに向けても、ね、僕もそうなんですけど、足つきが悪いとちょっと乗りづらいなっていうところがどうしてもあると思うので、こういうバイクって本当にすごくいいバイクなんですよ。女性も
全然買いますね。女性も買うんですね、はい、やっぱり足つきがすごくいいっていうところと、車体自体がすごく軽いので、やっぱりまあ乗りやすいかなっていうところがありますね。やっぱホンダは強いですね。ホンダは強いですね、やっぱり。はい、ポーさん、ありがとうございました。すいません、はい、ご協力いただきまして、はい、夢では湘南には、はい、もう今日ランキングで発表した大体在庫してるんです、ね、大体在庫させてもらってるんで、この在庫量ですもんね。はい、すごく、まあ、実際来てもらってバイクすぐ見ることできると思いますんで、皆様ぜひよければ夢で湘南の方までご来店いただければと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。